こんにちは。こんにちは。今回は、きなこ餅を作りたいと思います。そうです。はい。名前この前やられた。取られたけどね。きなこを作りたいんだけど、なんか俺が思う美味しい作り方があるわけ。焼いてお湯につけると。それさ、なんか前のやった。まあ薄暗い。そう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 。でも今回はあのなんかお湯。あれどこで食ったっけ？お湯につけて美味しいやり方もあるみたいで、その2種類やっていこうかなって。まずね、きなこ餅をね、入れます。いや、餅ね厳密にまだ厳密じゃなくても厳密にまだ餅厳密じゃなくても餅よ。じゃあ3つ。昨日堀口さんかっこよかったね。あ、堀口さん買ったね。いや、しかもさ、すぐライン帰ってきたね。すごか、忙しかろうに。ちょっとヒヤッとしたけどね。ヒヤッとしたいですね。カウンターがね、こんな感じでね、餅がギリギリ浸かるぐらいにするって、はい、で、沸騰させたらもう食べれますせっていうのを見つけたけ、きなこはかけるだけ。もう後でかける感じ。砂糖と混ぜて、あ、混ぜる。あ、だけやろ。お願いしていい？甘くしてろ。で、俺が好きなやり方は焼いたやつをさらにお湯に浸ける。焼いたやつを、あ、なるほど、が一番好きやけど、まあこのパターンを見たことなかったけ。きなこ、はじめちゃんちの猫の名前。あ、そうやね。早さを湧くと、まあ、絶対したい。ちょっと早な顔を湧くと全部多いかね。全部多いかね。あ、全部いいよ、だってどうせ戦うもんないけど。おーちょっと、もう普通ここが何秒よ。ねえ、ありがとう。スタンプラーメンみたいな感じ。ここ何秒よ。それで、なくなる。砂糖はどのくらい入れたら A ですか？だから1対1ぐらいだし、うん、で甘めが好きな人はする。だいぶ入れると結構入れるよ。そう、結構びっくりするぐらい入れるっちゃうね、餅って。で、宗男さんがよく塩がいる。あ、塩も入れるね。もう1対1以上入れていいと思うよ。やばい入れた。多分これでも1対1に取られると、結構入れていっちゃう。市販のやつとかも結構ですよね。じゃあ塩も少し。塩は少ないか。なんかあった方が甘みを感じるらしい。宗男さん、抜かしよった。はい。抜かしよった。あのメガネが。言いよった。言いよった。あったもメガネや。そう。あの丸メガネ。半分メガネやけんね。釣りようか。そうね。気分もメガネみたいなもんやけん。夜はね。徳ちゃんも目悪いけんね。俺みんなコンサートとか行った時だけにみんな目がね映画館とかね。そうそうそう、俺 0.8 やけど、コンサートとか砂糖ね、早く頼む。見てやね、見て、こんな感じで、ほら、で、水分がなくなるっていうことじゃないかな、多分。焼きなこ餅のレシピで調べたらこのやり方があったけん、それ楽だなと思って。一番ついたのは焼いたやつをこうお湯にいっぱいつけてきなこ皿にのせる。その2パターンを今日やろうかな。豆腐山ちゃんのはテローンとしとる。まあ多分こっちタイプよね。豆腐山ちゃんのお前から。おー、いい感じ、いい感じ。ほら、あ、もう柔らかい。こっちはもういい。溶ける直前ぐらいのやつがいい。そう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 。でもそれ美味しいもんね。あ、1個は完成したよ。これ真ん中柔らかい。これちょっとかっ、あ、でもほぼもうこれ完成よ。初めてやるな、このやり方。甘い、めっちゃ甘い。じゃあこれ半分ずつぐらい、半分ずつっていうか、ある程度入れていいんですか？いいよ。まぶす感じ。あ、でもくるくるまぶして。うわー、うまそう。うまそうね。だけこのパターンを1個食べて、ゴリゴリよ。俺のおすすめのだね、ちょっとだけタイミングがずれた。ほら、うまそうじゃない？たっぷりつけたよ、水分のこと。マジで。で、これ、はい、畑くん。あ、ありがとうございます。うわー、うまそうな匂い。絶対うまいよね、これね。きなこ餅、昨日究極に食いたくなってた。テロンテロンに。テロンにしてた。もういいよ。大丈夫、大丈夫。これはうまいよ。じゃあいただきます。
普通きなこ。一回作る。うん。美味しい。うん。やわー。うまっ。あっ。おいきなこ。うんま。やわ。やかんでよか。全部の方法でよか。マジ？簡単。へえ。持ち取る。うまっ。うん。美味しいですね。うん。うまい。うん。これうまい。うまい。調理工程に反してうまい。ねえねえ。お湯で茹でるだけで、うん、うまい。これはうまい。ただちょっと焦げついた。でももしかしたら俺お湯の作り方の方が好きかもしれない。めちゃくちゃうまかったね。わ、うん、かる。このなんか焦げの風味が、そう、うん、カリッとろっていうのが好きやったけど、うん、うまい。さあいい感じに焼けました、はい、これで見ますよ、はい、こちら、うわ、これをお湯につけると、ふっくりなってますね。もうね、硬いせんべいは子供さんに渡されてる。あれうまいやつや、うん、うまい。で、この焼き、はい、もうちょっとこう、まあいいや。このカチカチの部分がありつつお湯にこう浸します。で、長ければ、お湯の時間が長ければ長いほどトロトロ、うん、トロカリになるので、いくらいかな、こんくらいでいっとこうかな。いくの？いや、いいよ。これもう掴めなくなってきた。あ、やばいやばい。危ない危ない。危ない。これがね、あー、ほら、掴め。これが昔から俺が食ってたやり方なんだけど、さっきのがうますぎたっちゃう。いいよ、くるくるひっくり返して。さっきが焼いたバージョン。焼いて煮たバージョン。オッケー、もう食べていいの？オッケー、食べて。いただきます。強いな、これ。いただきます。丸が嗅ぎつけて。外がちょっと硬い。うん。うん、なるほど。おー、伸びる。うん、これもうまいかも。さっきのがうますぎた。煮だけでいいかもしれない、俺。煮るだけ。ね、ね。俺、今度から。煮だけ。煮るだけでするよ。いや、昔はこれが好きやったけど、さっきのが衝撃的にうまかった。トロトロ。で、一工程省けるけどね。うん。まあ確かにちょっとカリッと、うんうん、だって同時に作り始めて、うん、これまた焼いたらいいで、またにやってみる価値あるね、うん、ね、ずっとこうやってなくなるよ、うん、うまい。まだ食いたい人大丈夫、もうぐらい、うんうん、この伸び感はすごいね、うんうん、焼いた方がね、うん、でもやっぱ煮だけがむちゃくちゃうまかったね、うん、いいや、溶け感がすごい、うん、おいしい、もちね、おいしい。ということで、はい、きなもちこの夢きなこもちの簡単でとろーりおいしい作り方でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。メインの釣りチャンネルはこちら、はい、はい、し、はい。Thank you.